皆さんこんにちは、七瀬斎の長です。今月のレッスン課題は風景。2回目は爽やかな北海道田園風景を描きます。青空と雲、田園畑、そして樹木、風景画には欠かせない存在です。この基本の3色から主役の樹木の混色をやってみようと思います。もちろんこう描いても意味はないだから、もうだいたいこう薄くて入れれば OK です。地平線のですねの部分はね、ちょっと、引き立たせるためのものもあるんですけども、だいちゃうとね、暗めにするんですね。まあ、雲もね、もう暗いところも入れます。で、今のやってるところね、すべてこう乾かないうちにやってるんですね。その辺は、もうちょっと注意してください。ちょっと暗めにした方がいいですね。田園の境目を注意しながら遠い山を描きます。また円形の他の植物などは、ね、少しずつ入れた方がいいですね。最初のグリーンの混色表を確認して、その順番からまず一番明るいグリーンで、こう実際より多少面積大きくしても構わないですね。私は面積ということは明るい色の面積ですね。こう形の面積ではないですね。次になると中間のグリーンです。明るいからにじませるながら、暗めに進めます。もうちょっとね、寒色系のグリーンを入れた方がいいですね。で、また、この辺はですね、下の方まで道路に繋がってる、こう影はあるんですね。それは、の繋がりはね、こう寒色系だから、その辺はね、上の木もね、繋がっていくということになるので。という、グリーンですね。この前こう今週組んだ暖かい系と寒色系ですね。暖色系と寒色系もいかがですか。このイメージで描いてみませんか。七瀬斎では定期的オンライン制裁レッスンを行います。毎月2回ほどアップする予定です。また不定期で基礎を習う講義もあります。ご自宅で手軽に水彩を習うことができるし、描いた作品も画像をいただければ添削も可能です。ご覧いただきありがとうございます。次回もお楽しみに。